はい、釣り県の松田です。今回ご紹介するのはこちら、斜め浮き R になります。釣り県といえば斜め浮き、そう思われている方も多いと思います。今回この斜め浮き R の特徴はこちら、中、大、大大、3アイテムあります。中は大体ですね 10g ぐらい、で一番大きい大大が約 20g ぐらい、まあ、そういう重さの位置づけというふうに思っていただければ、よろしいかと思います。そして、今回ですね、初めての取り組みなんですけれども、浮力をですね2つに分けました。飛ばし、そしてギリギリ、この2種類ですね。まず飛ばしなんですけれども、飛ばし浮き専用ということで、何が専用かというと浮力が違います。浮力がですね、かなり多めにとってあります。なんでじゃあ飛ばし浮き浮力が必要かと言いますと、例えば小型棒浮き、2段浮きで使った時ですね、小型棒浮きセットで使った時に飛ばし浮きが潜ってしまうと当たりになりませんね、釣りになりませんね。ですので、飛ばし浮きは魚の当たりがあって初めて沈むようにちょっと浮力大きめになっているということで、飛ばしがまずあります。そしてもう一個、感度抜群ギリギリ、まあ、さっきの逆ですね、飛ばしの逆です。浮力をちょっと抑えめに作っていると、まあ、見比べていただくと分かるんですけれども、浮力を抑え気味に作ってますので、まあ、要するに単体使用、1個だけで使う場合ですね、こういった時に、あんまり余計な浮力を魚に負担をかけたくないという場合に使っていただけると、そういうふうになっています。斜め浮きはぜひお試しください。